よーい、アクション。さあ、お顔になります。見て、ルンルン、ルンルン感ください。足元にルンルン感ください。この辺で、こうやって、おー、いいじゃん。今日はすごく天気が良くて、晴天が広がってて、でその中でこう素敵なお着物を着させていただいて、友達役の方とダンスしたり、おみくじ引いたり、お参りしたり、本当になんか自然に楽しんで撮影できた感じがします。楽しかったです。こう音楽に乗りながら、結構簡単な意外と動きだったので、すごいノリノリで、でかつこの着物を着てても無理のない動きの中でのダンスだったので、すごく楽しかったですし、はい、ずっとやれました。ずっと踊ってたいぐらい楽しかったです。1000人ってすごいなと思って、でもやっぱりこう着物ってその着る人の個性だったり、合わせるアイテムとか髪型とかメイクとか、全部その人の個性がすごく出るファッションだなって思うので、なんか1000人それぞれ違ういろんなお着物が見れるんだなと思うとすごく楽しみですし、こう着てるだけで皆さん多分きっと顔が晴れやかな気持ちになると思うので、そんないろんな方のいろんな表情とお着物を見るのが本当に楽しみで、すごい企画だなと思いました。でも本当に誰でも無理なく本当に楽しんでできるダンスだなと思いましたし、やっぱそこの踊りも個性が出るのがこの企画のいいところだなと思うので、完璧にやろうとせずに、もうその人のオリジナルというか表情だったり、ちょっとした指の動きとか、なんかその人の個性が出ると、このミュージックビデオのそのボリュームというか見応えがぐっと上がるんじゃないかなと思うので、気負わずに楽しんで踊ってほしいです。本当に今日の天気、もう晴天のなんか晴れやかさがあるような爽やかな歌で、すごい青春時代を思い出すような、なんか疾走感のある音楽がすごく素敵だなって思いましたし、なんか最初は歌いながら踊るっていう予定だったんで、歌も一緒に練習してたんですけど、結局それは歌わなかったんですけど、実際に自分も歌ってみたいなって思うような、本当にこうワクワクするような音楽だなと思いました。お正月に親戚で集まる時に結構みんなで来たりとか、あとはその結婚式、親戚の結婚式の日に着物着たりとか、結構私の家族はみんな母も姉も着物を着るのがすごく好きなので、いくつか持っていて、それをこう3人でこう着回したり母が代々着てたものを姉と私が着たりっていうこともしてます。母親の成人式で着てた振袖を姉も成人式で着て、で私も成人式で着て、でさらにその振袖を使って
大学の卒業式の下の袴だけレンタルをしてで来たんですけど、なんか同じ着物でもこう合わせるアイテムとか帯とかによって全然見え方が変わるし、何回着てもワクワクするんだなっていうのはすごく印象的でした。でみんなからもこうたくさん褒めていただけたのですごい印象に残ってます。ゆっくりできる日は自然を見るのが好きなので、海に行ったりとか、あとちょっと足伸ばして山の方に行ったりとか、こうマイナスイオンを浴びに行くのが結構好きです。でも今金沢に行きたいです。兼六園とかをこう着物着て行ったら、すごいただでさえ楽しい場所が着物着ていくだけでより一層楽しめるんじゃないかなって思いますし、写真もいっぱい撮りたいですし、そういう茶屋街とかも金沢あるので、なんかそこでお着物着ていきたいなって思います。恥ずかしいんですけど、好きな人に第二ボタンをもらいました頑張ってなんかタイミング見計らって行って、第二ボタンちょうだいって言ってもらったのがすごく甘酸っぱいいい思い出です。まあ卒業って少し寂しかったり、いろんな感情が湧くすごく大事な一日だと思うので、その寂しさだったりワクワクだったり、なんかその時にしか味わえない感情をいっぱい存分に味わってもらって、その思い出を胸にまた新たなステージで頑張ってもらえたらなって思います。